こんにちは。バジャの岡山フットボール本部アドバイザーの久永です。今回は、4月から始めたファジア化、ファジアの岡山アナリティクスアカデミアの受講生による発表の様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。ファジア化っていうのはサッカーの分析というものを通してサッカーをよりよく知ってもらおうという企画でして、ファジアの岡山が大好きとかサッカーをもっと好きになりたいとかもっと詳しく知りたいっていう方のためにサッカー IQ を高める学校というような位置づけで始めております。ファジア化の売りとしては、分析をあまりやったことがないとかほとんどやったことない、でもサッカーが大好き、ファジアーノをずっと見てきたというような方々に対して、少しその分析の知識を学んでいただくことでよりサッカーの見方が分かって、試合の見方がちょっと変わったとか、今まではファジアーノ岡山しか知らなかったけど、次の対戦相手をちょっと調べることでもっと試合が楽しめるというような感想を受講生の方からももらったりしてます。私がサンフレッチェ広島とかで分析をいろいろ仕事にしてきたんですけども、それを全部皆さんにお伝えするっていうよりはちょっと見方を伝えるだけで、あとはそれぞれの方が自分の興味関心でそれを自分の分析をとかサッカーの見方を深めていくっていうようなことができたことが一番の良かったかなと思っているところです。4月から3ヶ月にわたって16名の方を4つのグループに分けて、週1回1時間程度のグループコーチングを通して、ご自分の分析を高めていくっていう企画でやっております。発表会は月に1回程度今までやってきました。4月に1回、5月に1回で、今度は、3回目最後になります。で、今まではクラブのスタッフの方々やファジア化の受講生の方々同士でその発表をしていたんですけども、今回は初めて、この YouTube を通してたくさんの方にそれを見ていただき、それを楽しんでいただくというコーナーになっております。発表についてはこの YouTube をご覧いただければと思うんですけども、ファジア化は0期で3ヶ月やってきた総括として、ファジステージで、試合前に7月2日ですね、7月2日の試合前に、ファジア化総括という機会を設けさせていただいておりますので、そこでぜひまたファジア化のことをより知っていただければなと思います。まず一組目は火曜日のグループです。このグループは他のグループよりもサッカーの指導をやられている方とか、長年ファジアーノの戦術ブログを書かれている方とか、大学のサッカー部で分析班をやっている方とか、比較的サッカーを戦術的に見られる目が超えた方が多かったグループです。あとさらにはそこで e スポーツをすごく専門にやられてた方もいて、すごくお互いにアクセントを伝え合ってっていうグループで、ものすごく面白い発表になっていると思いますのでご覧ください。それではチーム火曜日のロアッソ熊本分析を発表します。サッカーの面白いところは、同じものを見てても見る人によって違う感想が出てくるところだと思います。そこで私たちは全員で同じテーマを追求するんじゃなくて、4人がそれぞれ独自の発表を作ってその違いを比べて楽しもうと考えました。1人の持ち時間およそ2分ですので、若干駆け足にはなりますけども、今回は4本の発表をお届けいたします。それでは1番手永田さん、よろしくお願いします。はい、今からロアッソ熊本についての分析を中田が発表します。よろしくお願いします。私が考えたこの試合の見どころは熊本のクロス攻撃です。まずは熊本のフォーメーションをチェックしていきます。熊本はほとんどの試合で 3-3-1-3 の形を採用しています。この3トップを生かしたサイドからの攻撃がチームの強みだと思います。左の16番坂本選手と右の18番杉本選手に注目しています。次にデータをチェックしていきます。このスライドは今シーズンの岡山と熊本の得点パターンを示しています。今シーズンの熊本はクロスから11得点上げており、23節終了時点では J2 で最多の得点数となっています。次にこのスライドは今シーズンの岡山と熊本の失点パターンを示しています。岡山はセットプレーからの得点が多く、空中戦に強いイメージがありますが、今シーズンクロスから11失点しており、J2 で最多の失点数となっています。岡山は今シーズン失点が少ないので、割合で見ると、実はクロスから失点が半分以上を占めています。
クロスに対する守備が苦手だということが分かります。最後に岡山が熊本のクロス対策として大切にしたいことは、フリーでクロスを上げさせないことと、最後までマークを外さないことです。岡山はクロスに対してヘディングですり負けている失点はほとんどないので、この2点が大切だと思います。この試合は熊本のクロスに対して岡山がどうやって守るのかが楽しみです。これで発表を終わります。はい、秋山のロアッソ熊本の分析を発表します。熊本の攻撃の特徴は、後ろから丁寧にボールをつなぎゴールへ向かうことです。両チームの第22節までのパス本数トップ10を比較してみます。まずは岡山のデータを見てみましょう。ご覧の通り、ディフェンスラインの選手とボランチを務める本山選手の名前が多く上がることがわかります。続いて熊本のデータです。熊本もディフェンスラインの選手とアンカーを務める川原選手の名前が多く上がることがわかります。岡山に比べて後方でのパス交換の数が非常に多いことがわかります。このデータをフォーメーション図で表すとこのようになります。私の考えるこのゲームのポイントは、パジャーノ岡山の攻撃から守備への切り替えです。後ろから丁寧にボールをつなぎつつ、ゴールへ向かおうとする熊本に対して、前線でボールを失ったらすぐにボールを奪い返すことができるかどうかが勝負を分けると見ています。前回対戦した第11節の映像からシーンをピックアップしてみました。ご覧ください。岡山が後方からの縦パスで相手陣地に人数をかけて攻め込みます。ボールを失った瞬間に切り替えて、前線からボールを奪いに行きます。このようにボールより前にいる選手もアグレッシブにボールを奪いに行きます。意図的にタッチライン側に追い込み、全体が下がることなくボールを積極的に奪いに行きます。このように高いプレッシング強度を継続してほしいと考えています。続いて熊本の守備についてお話しします。熊本の大木監督が言うように、誰一人サボらない守備をしてきます。ただ、マンツーマン気味に守備をしてくるので、必ず空きスペースができます。映像で確認してみましょう。まずはゴール前の守備です。ゴール前なので、ある程度ゾーンを守りつつ、人に対して強く守備をします。人に対して強くプレスに出てくると必ずスペースができます。このスペースをうまく生かすことができれば、岡山がゴールに迫るシーンは増えてきます。続いて岡山のビルドアップに対しての熊本の前線の守備です。マンツーマン気味に守るため、3バックの選手が前に出てきます。赤丸の選手は3バックの1人の選手と中盤のサイドの選手です。このようにしてできたスペースに岡山の選手が入っていくことで、ゴールへ迫るシーンが増えます。以上、秋山の分析でした。それでは大河内雅也の熊本の分析を始めます。私は熊本のコーナーキックの守備とプレスのかけ方について分析しました。まずはプレスです。熊本のプレスはどんどん前に出てくるのが特徴で、中盤の選手も自分のポジションを捨てて相手選手にプレッシャーに行きます。そのためパジャーノはボールを保持したときに強いプレッシャーをどのように攻略するかが鍵になってきます。このシーンではディフェンスラインがボールを持ったときにサイドバックの成瀬選手に対して相手のウィングバックまで出てきてプレッシャーをかけに来ます。熊本は前線に多くの選手を配置するフォーメーションなので守備も前がかりになります。しかしパジャーノが狙いたいのはその後ろ、相手が前がかりになることでできたディフェンスとミッドフィルダーのスペースやディフェンダーの背後を狙うことがポイントになってきます。このシーンでは相手が前に出てきた背後、ミッドフィルダーとディフェンスラインの間で20番の川本選手が向きでボールを受けることができ、あと一歩のところまで行きました。続いてコーナーキックです。セットプレーは熊本のセットプレーからの失点が7失点と全体の 21.9% を占めており、ファジアーノ岡山は熊本のセットプレーを弱点と捉えて狙ってくると考えられます。熊本のコーナーキックの配置について説明します。熊本はマークにつかず
自分のエリアを守るストーンと呼ばれる選手が3人、ショートコーナーをケアする選手が1人、マンマークにつく選手が6人います。よって熊本の選手は全員ペナルティーエリア内に入って守備をすることになります。したがって熊本のコーナーキックの時に空いてくるスペースはペナルティーアーク、通称かまぼこと呼ばれるところです。熊本のマンマークをペナルティーエリア内に引き連れるとここに大きなスペースができます。このスペースにいいボールを供給できると大きなシュートチャンスを迎えることができます。このシーンではまたもペナルティーアーク、通称かまぼこに大きなスペースができ、後ろから走り込んできたムーク選手と奥野選手の2人がフリーでできています。このシーンではボールが合いませんでしたが、岡山がここを狙ってくるのが確実なので、コーナーキックの時は後ろから入ってくる選手にも注目してみてください。以上述べたプレス回避とコーナーキックは得点につながる部分でもあるので、ぜひ注目してみてください。はい、それでは最後に私ゼロファジが発表させていただきます。ロアスと熊本というチームについて攻撃守備の特徴をそれぞれ一つずつ紹介していきます。まず攻撃から、こちら町田線から芯を抜き出して作図しました。赤が熊本、青が町田、熊本が左から右に攻めるという形ですね。熊本のディフェンダー、中盤の選手をポジションごとに赤線で結んでいます。中田さんの発表にもあったように熊本は3バックのチームですね。はい、で次、対する町田ですが、これは 4-4-2、守備陣は岡山と同じ配置になります。熊本は攻撃の時にセンターバックから中盤にバシバシと縦パスを差し込んできます。センターバックから縦パスが入り、ミッドフィールダーが近くの選手に落とすことで前を向くと、このようなプレーのことをレイオフと呼びます。中盤でレイオフを挟んで前向きの選手を作る。これが熊本の攻撃の大きな特徴です。で前を向いても前進できなかった場合は無理をせずにセンターバックに戻してやり直して、再度縦パスを差し込んでいくと、ここもレイオフで前を向いています。このようにいい形を作って崩しのフェーズに入っていく熊本の攻撃にはこのような特徴があります。で一方守備の方ですが、熊本のプレッシングに注目して岡山との対戦でのポイントを予想してみました。で岡山は右から左に攻め、熊本はそれを阻むという格好です。で今岡山の右のセンターバック柳選手がボールを持っています。でここに熊本は前からプレッシャーをかけてきます。で熊本は岡山の選手を漏れなくマークしてフリーの選手を作らせないことが重要です。で誰が誰にマークできそうかを分かりやすく色分けしてみました。これを見ると岡山の両サイドバックがフリーになりやすいことが分かります。もしサイドバックにフリーでボールを持たれたら熊本のプレッシングに穴が開いてしまうので、まずここで熊本が何らかの対応してくるのではと予想することが、まあ、大河内君の発表にもあったように、熊本のプレッシングを剥がすと大きなチャンスが見込めます。1のところ熊本のウィングバックが岡山の選手に食いつくと、2のところ背後に大きなスペースができます。ここにアタッカーを走らせると非常に速い攻撃が作れます。今お見せしたパターンはまんま甲府がやっていたやつなんですが、ぜひこの試合でも鋭い攻撃で得点を奪ってほしいです。これでゼロファジの発表を終わります。はい、以上4本の発表いかがだったでしょうか。こうしてみると他の人の考えと比べてみるだけでも着眼点の違いや意見の一致があって、改めてサッカーを語り合う面白さを感じることができました。最後にこの試合の予想スコアを発表します。ファジアーノ岡山が2対1で勝ちます。ご覧いただきありがとうございました。2組目は水曜日のグループです。このグループのメンバーは学生の方が2人いらっしゃって、やっぱりサッカーを見るのが大好きで、戦術的にすごく分析の視点を持ってサッカーを見たいっていう方がいらっしゃったり、あとは、お仕事で大学の先生をやられている方がいて、その専門分野からサッカーではない専門分野からサッカーを見てみるっていうような視点を持っていらっしゃったり、あとは謎解きみたいな仕事をされている方がいらっしゃって、やっぱりそのサッカーを謎解きのように紐解いていくみたいな考え方をされるのが得意な方もいらっしゃったりで、その組み合わせによってまた面白い発表ができております。ご覧ください。皆さんおはようございます。ではこれより私たちのグループのロアスと熊本の、分析の方ですね、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、このグループで、サッカーの観戦をさらに楽しむ方法を
3ヶ月間いろいろ考えてきました。それで今回はコーナーキックに注目しています。で、まあ、特に両チームの選手がどんな動きをしているか見ると、結構サッカーの観戦が面白くなります。で、まあ、今回は特に2日の土曜日はホーム熊本戦ですので、まあ、熊本のコーナーの守り方と、まあ、攻撃のパターンをについていろいろ考えてきました。守るの方ですけれども、まあ、守り方は一般的には2つあって、まあ、1つはマンマーク、攻撃側の選手に守備側の選手がぴったりくっついて守備をする方法。あともう1つはゾーンマーキングというもので、まあ、攻撃側の選手の立ち位置に依存することなく、守備側が自分たちで決めておいた立ち位置で守備をするという方法です。まあ実際多くのチーム、熊本も含めて、このマンマークとゾーンマーキングのコンビネーションを利用することが多いです。で、いきなりですけれども、ちょっとクイズをやりたいと思います。次のシーンで、栃木のどの選手が点を取るのでしょうか？ということでですね、栃木が得点をしたシーンを切り抜いてきました。黄色の方が栃木になりますので、こちらの背番号の選手、どの選手が点を取るかなというふうなものを予想してみてやってください。はい、ということで正解発表の方いきたいと思います。正解は3番の選手になります。では3番の選手の動きに注目して見ていきましょう。このような形にスペースに3番の選手が入り込んで得点をするというようなシーンになります。でですね、こちらの失点の要因っていうのは中央に広大なスペースができてしまい、そこにフリーな選手が入ってきやすいっていうような環境を作ってきてしまっていました。ですので、このような形でここの真ん中のスペースのところにこの3番の選手が入ってきたというところになりますので、熊本の一つの大きな失点の要因かなというふうに考えました。そしてですね、ほとんどの守備シーンで熊本選手の立ち位置が同じだったということで、ボール側に近い選手が一人、そして基本的にはマンマークで選手をマークして、8番のストーン役と言われますコーナーが直接入らないようにするところに立つ選手が一人と、フリーな選手が二人、こちらですと9番と18番でして、来たボールに向かって対処をしていくというような選手たちになります。では実際に岡山がスペースを狙ったシーンというものがございましたので、こちらの方ですね、紹介の方したいと思います。はい、このようにステファン・ムーク選手が走り込んでくるようなシーンになるんですが、ここですね、こちらがステファン・ムーク選手になりますので、真ん中のスペースを狙っていくという意図があったのではないかというふうに考えました。では岡山が攻撃するとき、まあ、熊本の守備側ですね、のときに注目することは、守備位置が、ぽっかり空いてしまうような形になりますので、そちらを岡山が狙っていくというところを意識して見てもらえたら面白いのかなというふうに思います。で、先ほどもお伝えした通り、マンマークで本当にひっつき虫かのようについてきますので、抑え込みなどが有効となってくるかなというふうに分析をしました。では、ここからですね、熊本の攻撃側の分析の方に移りたいと思います。では、桜間さん、お願いします。はい。次に熊本のコーナーキックの攻撃についてのお話をします。コーナーキックの攻撃を見るときに種類として3点挙げられると考えています。1にクロスボール。これは一般的なコーナーキックのことです。2にショートコーナー。近くの選手にパスを出して、その中でも用意してきたようなプレーが多いと考えます。3にカーブをかけて直接ゴールにやってくる直接コーナーキックの形。この3点の形が挙げられると思います。次お願いします。先ほどの3つの分類で、コーナーキックの割合を出してみました。今回は試合を全部見ることによってデータを算出しました。クロスが 73%、ショートコーナーが 25%、直接狙った形が 2% となっており、クロスが一番多い形となっております。次お願いします。ここでショートコーナーについて考えていきたいと思います。J リーグ全体でのクロスボールの割合が 87.6% となっている中、熊本は 25% のショートコーナーの割合を誇るなど、非常に高い数字になっています。また、その試合、1試合目の熊本のコーナーキックの割合は 59% と、1試合目には、
試合の1本目には多くのコーナーキックがショートコーナーであることが分かります。次お願いします。最後に左右でコーナーの違いがあるのか考えてみました。ここでは右も左も大きく差がなく、どちらも同じような割合でショートコーナーを蹴るということが分かりました。次に佐藤さんお願いします。はい、ということでコーナーキックは3つに分類できることが分かりました。さてそんなコーナーキックですが、実はなんとロアッソ熊本のコーナーキックを見極める方法があるんです。この方法に従えばどんなコーナーキックを蹴ってくるか事前に分かるんです。まずは一つ目の配置、クロスボールの場合の配置。キッカーの近くに選手がいない場合、熊本はクロスボールを上げてきます。そして二つ目、ショートコーナーの配置。キッカーの近くに受け手となる選手がいる場合、ショートコーナーをしてくる可能性が高いです。ちなみにこういったショートコーナーを偽装するチームもいらっしゃいますが、熊本においては偽装するようなケースはほぼありませんでした。そして三つ目、直接の配置。ゴールキーパーの前に選手が数人密集します。かなりきつく密集します。そしてキッカーは直接の場合は必ず川原総選手でした。ではここからクイズを出題します。次のシーンはクロスボール、ショートコーナー、直接。そのうちどれでしょうか？一本目です。一本目は熊本岡山戦です。では動画流していきましょう。ということで、答えは1番のクロスボールでした。ではもう一シーン見ていきましょう。こちらも熊本岡山戦です。では動画流していきましょう。ということで、こちらは2番のショートコーナーでした。岡山が守備をするときに注目すること、岡山の選手が気をつけるべきことは、熊本の選手の配置をしっかりチェックし、それぞれに対応できるポジションに立つこと。これが必ず必要です。そして、1本目のコーナーキックでは、ショートコーナーの割合が非常に高いため、しっかりと警戒する必要があります。はい。ということで結論としまして、まずコーナーキックの守備時はマンマークで中央がスペースができるというような熊本の特徴が出てきました。そして熊本の攻撃側としては、1本目のショートコーナーの可能性が高いので、臨機応変に対応していく必要があると思います。でですね、あと多様な攻撃に応じて対処して相手の行動を制限する、こういうところも意識が必要となってきます。では試合に向けてということで、皆さんご存知の通り、岡山のセットプレーというのは非常に守備力が高いんですね。心配無用というような形になっていると思います。今日知ったことを頭に入れて楽しみながら観戦をしてもらえれば、私非常に嬉しいかなというふうに思います。しっかりと応援して選手の後押しをしていきましょう。ということで、引用元の方は J スタッツフットボールラボ YouTube で、そしてフォーメーションの方のタクティカルの方ですね、使わせていただきました。では勝利を目指して応援頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。3組目は木曜日のクラスです。ここのメンバーは話すことをお仕事にされている方がいて、どう相手に響くように語ってストーリーで伝えていくかっていうのを重視されているグループでした。選手を写真で撮っていくことが得意で、やっぱりチームを個人として個人の選手にフォーカスして見られるのが得意な方がいらっしゃったり、あとはずっとボランティアでファジアーノに関わっていらっしゃる女子高生の方がいらっしゃって、やっぱりそのファジアーノの愛があふれるような発表であったり、あとはそういう個性的なメンバーをデータ分析をお仕事にされている方がプロジェクトマネージャー的に支えていくっていうような、すごくいい組み合わせのメンバーの発表になります。ご覧ください。できます。私たちはファジアカゼロ期生木曜22時チーム木にぃにです。本日は7月2日に開催されるファジアの岡山とロアッソ熊本戦に向けて、
ロアッソ熊本というチームを分析した内容を発表します。私たちのチームでは、ポイントを大木監督とコーナーキックに絞って分析をしてみました。ロアッソ熊本の大木武史監督は、とっても危険。いやー、危険すぎます。2002年から20年。多くのチームで粘り強いチームを作り上げてまいりました。最下位からの脱出、J1 昇格、J2 降格の瀬戸際からの残留、そして日本代表の岡田監督の下で代表コーチも経験、世界を相手に戦った経験を持ちます。2020年に J3 のロアッソ熊本の監督に就任すると、とにかくアグレッシブなチームを作り上げました。とにかく走る、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 走る。なぜ選手はそこまで走るのか。監督をめちゃくちゃ信頼しているからなんです。監督の言う通りにプレーをすれば必ず勝てる。サボらない、諦めない、戦い続けるロアッソ熊本。エネルギーが満ち溢れております。それでもファジアーノ岡山は負けないんです。そんな大木監督イズムともいえる走るサッカーを展開してくる熊本に対しファジアーノはどうすればいいのか。そこで重要になってくるのがセットプレーです。セットプレーから点を奪いましょう。私たちは今年の11節の熊本戦を中心に過去の熊本のコーナーキックの守備を分析しました。こちらの画像は岡山対熊本、岡山が攻めているコーナーキックです。白の選手が岡山です。右から蹴るときの画像がこちらで、続いて左から蹴るときの画像がこちらです。私たちはこのようにコーナーキックを蹴る直前の映像をとにかく集め、守備のパターンを見つけました。こちらが守備陣形をイラストに起こした図になります。コーナーキックの守備陣形は、マンマークまたはゾーンディフェンスの形が取られることが一般的に多いのですが、熊本はここまでマンマークによる守備を採用しています。マンマークとは、このように攻めてくる岡山の選手に対して1対1でくっついてディフェンスをするというやり方です。特に危険なエリアに関してはマークを持たない選手が置かれていて、熊本はこのようにY の字の形でフリーの選手が守っています。この配置に対して狙い目のゾーンはこの辺りになります。特にゴール前のディフェンスの間については狙い目で、実際に熊本は今季ここで相手選手にヘディングをされて2失点しています。ファジアーノの狙いとしては、このように自分についたマークを振り払いながらゴールを狙っていってほしいと思います。ファジアーノは今季ここまでも狙ったセットプレーで得点をするシーンも多かったので、熊本戦もぜひ期待しましょう。熊本のマンマークの選手ですが、身長が高かったり、競り合いに強いディフェンダーの選手が相手の強いストライカーをマークする傾向があります。11節の熊本戦では、岡山は8本のコーナーキックを獲得しましたが、こちらの画像のように、伊予葉選手がリューク選手、菅田選手が柳選手につくという構図でした。おそらく次の対戦でも同じマークを担当するのではないかと予想しています。その伊予葉選手は、対人戦に強い戦闘型ディフェンダーで、前節はベンチ外だったんですけれども、練習に参加していたので、もしかしたら出てくるかも、です。大木監督を慕って期限付き移籍中です。初の一桁背番号に身が引き締まる思いなんだって。菅田選手は、在籍3年目、熊本のディフェンダーラインを統率する選手です。カバーリングにも長けた長身ストッパー、守備の中心選手で若いディフェンダーを牽引する存在、攻撃時セットプレーでは、自ら狙うだけでなく、ポストとしての役割も担っているので、さらに気をつけたいですね。このように、コーナーキックの守りを固めてくる熊本に対し、岡山は十分にチャンスがあると予想しています。セットプレーから先制し、有利な試合展開に持ち込みたいですね。最後まで走り続ける熊本に対し、
岡山が走り負けないことも重要です。苦しい時間はきっと来ると思いますが、そんな時こそ我らサポーターの応援で選手に勇気を与え、熊本に走り勝ちましょう。以上で私たち黙認の発表を終わります。拙い分析と発表でしたが、最後まで聞いてくれてありがとうございました。最後に金曜日のクラスの発表です。この4人はまたいろんな形の個性が噛み合っていまして、まずはサッカーの指導者を目指している大学生なので、ちょっと戦術的にサッカーを見られる方がいらっしゃったり、学校の先生をもともとされていて、そういうその方もやっぱり当時からおそらく生徒さん一人一人に目を向けていたと思うんですけど、やっぱり選手を個人個人にフォーカスするとか、そういう特徴をつかむのがすごくうまい分析をされていたり、でこれも先ほどお伝えしたようなサッカーじゃない運動部の高校女子高生がいて、その視点からサッカーを見て、サッカーとそのスポーツの共通点を分析するというような方もいらっしゃったり、ここにも木曜日クラスと一緒でデータ分析をお仕事でされている方がいらっしゃって、データの視点から客観的な根拠を持ってこう分析をしていくみたいなのが得意な方もいらっしゃいました。でちなみにこのクラスは4月の発表会、5月の発表会も、中の評価が一番高いグループなので、ちょっと少しこれを言うとプレッシャーかもしれませんけども、今回も期待できるかなと思っております。ご覧ください。これから金曜日21時の発表を始めます。私はロアッソ熊本の勝利とパスの関係について分析しました。分析してみると意外な関係があることが分かりました。というのもロアッソ熊本は攻撃に重きを置いていて、パスにも力を入れているチームです。で、直近の負け、引き分け、勝ちの2試合ずつのエリア間パスを見てみると、負けと引き分けの試合では、矢印が濃くなっていることから、縦パス、横パスの数が多いということがわかります。しかし、勝ちの試合を見てみると、色が先ほどよりも濃くなくて、パスの本数が少ないということがわかりました。によって勝利するときっていうのはパスが少ないときっていうのが分かりました。で、パスが濃くなっている試合っていうのは、勝ちが少ないということなので、岡山は今回も前線からハイプレスをかけて後ろで回させるっていうことが有効的なんじゃないかなと考えました。しかし、最後まで続けることが必要になるなと思いました。で、それが分かるシーンを2つ持ってきました。まず一つ目が、前回の熊本対岡山からなんですけど、48分のシーンで、熊本側が後ろでボールを回していて、岡山はこのハイプレスを組織的にこうかけていて、その結果、奪えたというシーンになります。で、もう一つのシーンが、その後の67分のシーンなんですけど、このシーンでは、プレスをかけていくのが、こう、個人個人でプレスをかけていっているので、この場面でもパスが出された後にプレスにかけに行っていて、こう一つずつずれてしまっています。その結果、得意のサイド攻撃を使われて、で、逆サイドに展開されて、で、その結果、失点につながってしまったというシーンです。このことから、ハイプレスをかけに行くのは有効的なんですけども、やはり、最後まで、95分、それプラス、アルファまで、ちゃんと、ハイプレスを組織的にかけていくということが必要になります。熊本の守備の特徴は、ペナルティーエリア内に3から5人が横一列に並んでいるということが挙げられます。これに加えてボールウォッチャーが多くなってしまっているところ、味方同士のコミュニケーションがうまくいかず、相手にチャンスを与えてしまうシーンが見られます。この特徴により、ラインを意識したり、ボールウォッチャーになってしまうことで、フリーの選手への対応が遅れたり、相手が動いたときにディフェンスの位置がかぶり、味方同士でぶつかってしまったり、カバーに出る人が曖昧になってしまっています。
秋田戦でのシーンを参考にしてみると、秋田が徐々にラインを上げてくるのに対して横一列を崩さず、5人の選手が並んで守備をしています。このようにパスが来たとき、この選手がこの空いたスペースに出てきますが、このディフェンスの選手は反応が遅れてしまい、後から追いかける形になります。そこでそのままシュートを打たれてしまいます。さらに、この2人のディフェンスに注目して、もう一度見てみると、相手1人に対してディフェンスのポジションがかぶり、ぶつかってしまっています。そして味方同士で向かい合ってどちらがカバーに行くか曖昧なため足が止まってしまったり相手の変化に対して対応できないまま攻められてしまうというシーンも見られました。このような守備に対してオフザボールの動きを徹底しボールを持っていない選手が相手を惑わせるプレーをすること、ボールを持っている選手が相手を引きつけ緩急をつけたパスをすること、相手が止まったり混乱している隙をついた攻撃を重視することが必要だと考えました。次に、ロアッソ熊本の攻撃の強みについてお話しします。ロアッソ熊本は、クロスからの得点が特に多いチームです。個人別のクロス数を見ると、右からが特に多いですが、左右両側からどんどんクロスを上げることができるチームだとわかります。特に、坂本選手は1対1に強く、ペイントをかけたり、ドリブルで切り返したりと、巧みな技術で敵をかわし、クロスを上げます。杉山選手は、熊本が得意とする素早い攻撃の要になっており、ボールを奪った味方からのスルーパスを受け、フリーの状態ですぐにクロスを上げます。阿部選手は、味方の選手が敵に阻まれて、クロスを上げられないでいると、後ろから駆け上がってきてパスを受け、そのまま走りながらクロスを上げます。クロスの時のゴール前には常に3人以上の選手が走り込んでいます。クロスを受ける選手はニアやファーの選手だけでなくペナルティーエリアの外から走り込んでくる選手など様々なので常にどの選手に対しても警戒が必要です。このようにクロスがとてもうまい熊本ですが、前回の岡山との対戦では、岡山が見事クロスからのゴールを死守しました。サイドではクロスを打つ前にカットしてクロスを上げさせませんでしたし、クロスが上がってもゴール前に岡山の選手がたくさん入って、先にクロスボールに触り、相手にシュートをさせませんでした。今日の試合でもきっと死守してくれるはずです。岡山が熊本のクロスに対応している場面の動画をご覧ください。本山選手や徳本選手の対応で熊本がクロスを上げられないシーンです。ゴール前で岡山の選手が守り、熊本にシュートをさせないシーンです。最後にデータから見たロアッソ熊本の特徴とファジとの相性についてお話しさせていただきます。まず熊本の特徴ですが、今シーズンここまでのデータを見ると、シュートやクロス、攻撃回数など攻撃関連のスタッツにリーグ上位の項目が多く、ここまでご紹介してきた通り非常に攻撃的なチームであることがわかります。クロスの分析でもありましたが、特に右サイドを中心としたサイド攻撃を得意としており、そこからのクロスが主な攻撃パターンになっています。次に岡山との相性ですが、結論から言うと悪くないと思っています。今シーズンの岡山は自分たちのボール支配率が低い試合を得意としており、ボールを持たされる展開を苦手としています。今シーズンここまで負けてしまった4チームの特徴を見ると、特にボールを持たずにロングパスを多用し、シンプルに蹴り込んでくるタイプのチームを苦手としていることがわかります。一方で、ロアッソ熊本は、ボールをしっかり自分たちで持ってサイドから崩してくるチームなので、今シーズンのファジとの相性は悪くなさそうです。ここまでのデータから熊本戦の結果を予想してみます。今シーズンのデータを元にすると、
熊本が主にボールを支配する展開になりそうです。これは今シーズンの岡山にとっては非常に得意な展開であり、ボール支配率が 45% を切るような試合では今季負けなしということも考えると、この試合も岡山が勝つという結果になると予想しています。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。以上で4組の発表を終わりますが、皆さんいかがだったでしょうか。分析って言ってもやっぱりいろんな方々、誰がやるかによってやっぱ関心の度合いが違うんで、それによって個性が引き出る。でそれを4人で組み合わせてグループとするっていうような発表だったと思います。でファジアカの特徴はやっぱりこのあたりで、やっぱ自分の見方をより楽しめるとか、サッカーの魅力が新しく知れるとか、そういった企画になっております。で0期としてはこれで終わりなんですけれども、また、1期を企画しておりますし、またその3ヶ月単位でなくてもちょっとスポットでイベント的なこともできればなと思っておりますので、ぜひまたクラブからのご案内を注目していただいて、興味ある方はぜひ一緒にサッカーを学べたらなと思っております。お待ちしております。